松崎です。精神科医の松崎あさきです。今回紹介するのは被害妄想。実際には何もされてないのに何か被害を加えられてると思ったり、狙われてると思い込んだりするもの。被害妄想の例を挙げれば、電波を当てられて体がチリチリする、家の前を通るバイクが爆音を立てて私に嫌がらせをする、外出するとこちらを見て自分を狙ってる人がいる、遠くから私を見て笑ってる人がいる、といったもの。自分を見て狙ってるは、中殺妄想でもあり、私を見て笑ってる人は、関係妄想でもあり、 被害妄想は中殺妄想や関係妄想と関連することが多いもの。統合視聴症でよく見られるものです。そんな気になるは燃料であり、確信していて訂正不能なのが妄想。実際に被害に遭ってなくても辛い思いをするのが被害妄想というものでした。